それからね、踊りも良かったよ。あのあれはなんか震え、寒さに震えてるような踊りだった。赤組の踊りも褒めてやってください。あの棒踊りも良かった。違います、ハワイアンダンスですよ。そうです。さて、400回記念の第3弾といたしまして、はい、恒例になっております。毎年 ね、 そうですね。ここ赤坂プリンスホテルのロイヤルプールからの生中継1時間でございます。はい、ちょっと後ろをご覧ください。はいはいはい、バーズの皆さん100人がね、はい、わーっと水着で勢揃いいたしましてね、この若々しさ、すごい肉の塊。そう、今日はね、ちょっといつもよりね、はい、寒いんですよね、6月の末にしては。いやー、寒いなんてもんじゃありませんよ。だけどね、寒いところをこうやって水着で頑張ってるというところがいいんですよ。そう、八甲田さんを思えばなんてことはない。八甲田さんってなんだそれは。さて、頑張らなきゃいけないんですけども、はい、こちらロイヤル、あ、お、徳光、ありがとうございます。あら、今日はどういうわけですか、綺麗な女性を引き連れて400回記念ということで、今まであのね、お伺いできなかったもんですから、なんとかあのこちらにお邪魔いたしまして、おめでとう言おうと思いまして。それは近いところありがとうございました。じゃあ花束いただけるんですか。この花束をぜひお受け取りいただきたいと思います。どうもありがとうございます。じゃあゆきちゃんいただいてください。どうもありがとうございました。本当にいただきましたよ。じゃあ花束のお返しに、徳光さんを胴上げでもしますか。可愛いね。今度なんか僕はそんな偉い人じゃない、まあそんな硬いこと、いやいやいや、そうしたらまあじゃあどう、ちょっと上げてあげてください。早く上げてあげてください。早く上げてあげて、それよいしょ、ほら頑張ってよ。いや、もう犠牲者はこれ以上増やしたくない。徳光さん、なんか一言ありませんか。仕事です。それではそろそろ参りましょうか。そうでしょう。 NTV 紅白歌のベストこの放送は月のマークでおなじみの花王石鹸、清酒博士家、武田食品、コカ・コーラボトラー、江崎グリコの提供でお送りいたします。さあ、今の心境、あのパンツの替え顔を持ってこなかったもんですからそれ縮んじゃったわね、なんかパンツキュースですかそうですか、これは大変でございますが、早めに着替えてくださいね、風邪ひかないように。はい、どうも。すごい、どうも。本当にね、今日はちょっと肌寒いというか、あの皆さん頑張ってくださいね、1時間ね。あのね、ところでですね、このあのタレントの皆さんとか、それからバーズの皆さんがね、はいはい、来てらっしゃる、78年、ウェルナー大英ウェルナー水着っていうのがあるんですけれども、はいはい、これをですね、見てる皆様にプレゼントしたいと思うんです。これと同じもの、はい、60名の皆様60着同じものを用意しておりますので、ちょっとこちら来て、はいはいはい、こういう水着ですね。そうです、とてもシンプルでとってもいい色な、何をやって、とにかくこういう水着をですね、60名の方にプレゼントするんですが、はい、これは問題をお出しいたします。はい、これは一番最後の方でやりますゲームの中に、ボート詰め込み競争というのがあって、紅白 の、 あのボートの両方のボートに一体何人詰め込まれたかをちゃんと見てて、人数をですね書いてですね、応募していただく、そして抽選で60名の方に、その水着をプレゼントいたします。さあ、それでは早速、宛先はあの今映っております、この辺にこうあります、はい、どうぞ。対戦と参りたいと思いますよ。はい、第1ラウンドは赤組先行で参りますよ。はい、桜田純子ちゃん、気まぐれヴィーナス。赤坂プリンスホテルのプールサイドも魔王星の皆さんでいっぱいでございますけれども、その男性軍の皆さんから今カメラのシャッターがバチバチ切られております。セスリー純子ちゃん、今日は特に可愛い水着を着ておりますね。ショートカットがよく似合います。気まぐれヴィーナス。
口づけ酸っぱいぶどうだっただけど今もう今年は甘いでしょう。Choo-choo!
空に高らかに鐘が鳴るジューンブライド4組の夢のカップルの誕生です。花嫁花婿お揃いのレイが新しいイメージのウェディングパターン、純白のドレスにカラフルな花をアレンジした桂由美ブライダルハウス77夏のオリジナルです。 This is the moment I waited for. I can hear you.Jolly man, and be jolly
rabbit, little one. ベスト10本部でございますけども、本来こちらもあの 和風のですね、新郎新婦だったんでございますけども、ご覧のような姿になりました、昨日が父親参観日だったのがせめてもの幸いでございますけれども、それでは早速今週のベスト10状況をご覧いただきたいと思いますが、なんと驚きましたことに渚のシンドバッド、これがもう大変でございまして、全国23曲中15曲でトップというピンクレディ、夏も相変わらずの強さを発揮しておりますね、それから先週からさらに今週になりましてどんどん上がってきたという曲が3曲ございますけども、テレビ当てをご覧いただきましょうか。桜田淳子、気まぐれヴィーナス、さゆり演歌の能登半島、セクシーロックンローラーは西条秀樹、この曲ですね、そしていよいよ来週でございますが、来週はですね、紅白上期最優秀新人賞が決定されます。で実はこれから、私どもで3万通のハガキを皆様のところへ配ります、お送りいたします。ご覧ください、でここに名前が書いておりますので、新人候補の名前が書いてありますので、適当と思う人をですね、ご用意いただきたいと思います。そういたしましたら来週の月曜日の、10時から、夕方の6時までの間にお宅にお電話をいたしまして、そして誰が最優秀新人賞であるかということを、決定していただきますので、ぜひよろしくご協力をお願いしたいと思います。それでは赤坂プリンスホテルロイヤルプールちょっと震えてまいりましたけど、町明さん、ゆきちゃん、どうぞ。はーい、いやー、実に、ハワイアンウェディングソングが終わりましたところでね、でしょ、今度はまたゲームでございますよ、はい、これもまた大変でございまして、丸太乗りでございます。これは難しい。さあ、トップバッター位置についてください。まず浅野ゆう子ちゃんと細川たかし君ですね。いいですか、ホイッスルでスタートです。よーい。これはなかなか難しい。どうも、ゆう子ちゃん落ちました。どうぞ。細川君ゆっくり歩いております。小坂美由紀ちゃんです。今度は14歳とは思えないプロポーション。頑張れ細川君、頑張れ。これは同時ですな。同時ですね。はい、白組は黒沢宏君。はい、ゴールデンハウススペシャルですね。ゴールデンハウススペシャルは用意。まずリンダちゃんです。黒沢君は身長、おー、持って倒れちゃった。それに捕まると危ないからね、気をつけて打たないでね。ボリルサボ、よーい。はい、ゲームは続きますが、はい、はい、新人をご紹介いたしましょうね、はい、NTV 新人オーディションで優秀な、ね、成績を収めました第93回のオーディションだったんですけれども、はい、谷千恵子さんですね、はい、それでは歌っていただきましょうか、はい、花の女子校たどれ歌。千恵子ちゃんは佐賀の海で泳ぎは鍛えたそうでございます。私の場合は演歌が好きで
で午前中に写真会、撮影会やったんですね。そうです。ではい、来週篠山紀信さんがいろいろあれ選びまして、優秀賞を、はいはい、発表すると。来週発表いたしますので、はい、それでは歌ってもらいましょう。はい、荒木由美子ちゃん、渚でクロス。参りましょう。由美子ちゃんも泳ぐのには自信があるそうです。スクランブル交差点、目と目がクロス、向こうは向きを変えて、私の背中に腕を回した。できすぎてるよ、あまり見えてる。同じマークの後ろに入ります。で、はい、純子ちゃんは自分のね、選手になるべく当てないように噛んで投げてください。さあ、では後ろに入ってください。あと優子ちゃんなんかもね、次の代わりやってくださいよ。いいですか。さあ、行きましょう。はい、純子ちゃん、まずパイを持った。さあ、何番にするか、よく考えて。みーちゃんやけいちゃんに当たったりなんかしてね。さあ、何番。よし、よーい。今度はね、3人になっちゃったのよね、女性軍が。はい、それでは、ゆうこちゃんまた決めてください。どうしよう。はい、いいか、よーい。うまい、うまい。じゃあ、かわいい、入ってかわいい。すごいじゃない、はい、あと男は一人、健太郎、シミケンだけ。さあ、シミケンは何番にいるか、締めてください、締めてください。さあ、ゆうこちゃん、何番いきますか。客席の方からいろんな声が飛んでおります。さあ、ゆうこちゃん迷ってる。ゆうこちゃん悩んでおります。4番、かわいそう、悩んでる。ああ、うまい。これはね、絶対なんかあると思うんだ。どうして、かんや、これうまくいくわけないよな。ひどいも男ばっかりなのに。かんですか、かんだね。そんなにあなた考えんですか。絶対そうよ。僕はそんなことないと思います。いや、これはね、陰謀ですよ、赤組の。そんなことないわよ。みんなかわいそうに面白い顔になって、本当に。ああ、めでたしめでたし、これは赤組の方が優勢。いやー、本当にやった、めちゃめちゃ。誰や、ああ、ちょっと、ちょっと泡だらけにしちゃいけませんよ。ああ、かわいそうに、みーちゃん。みーちゃんが泣いております。何やってるんですか。白組ばっかりだもん、かわいそうじゃないか。いいじゃないですか。いやいや、かわいそうだよ、白組がかわいそうだよ、こんなじゃ。さあ、もっとかわいそうだね、ひどいわね。次行きましょう。どうもありがとうございました。はい、白石慎太、ナレオハワイアンズの皆さんがもうずっとね、ゲームの時のバックを演奏してくださってる、はい、ハワイアンムードたっぷりでございます。それでは対戦の方に参りましょう。どうぞ。はい、怖いな。赤組参ります。浅野ゆう子ちゃん、オーミステリー。はい、
女設定はうまく逃れました。ゆうこちゃん素晴らしいプロポーションです。ミステリー事件は突然起きた。よそ見した月に恋が突然消えた。目印さ、やってたことは途中でやめて。
しさ、うん、ファンタスティック。汗と匂いを抑えるエイトフォー、パウダーだから肌にサラッとしてベトつきません。お出かけ前のエイトフォーでちょっと汗をかいても脇の下はいつも爽やか。汗と匂いもう気になりませんね。汗と匂いを抑えるエイトフォー、ロールオンタイプも揃いました。男は博士課を見たという。くつろぎの海、揺れるひととき。青春博士課。さて、すごい寒さでございますが、この寒さに負けずゲーム参りましょう。皆さん頑張っていただきましょう、はい、今度のゲームは、はい、ボート詰め込み競争。いよいよですね、水着プレゼントがかかってるこの競技になりましたよ、はいはい。両方紅白のボートに何人まで乗れるかと、これを競っていただくんです、はい、どっちがたくさん乗れるかですからね、はい。まずはバーズの皆さんに一人ずつ乗っていただきました。その後歌手の皆さんに乗っていただくということでございます。後から乗れば乗ろうと慎重に乗らなければいけないということですね。さあ、それでは参りましょう。よーい。さあ、一斉に飛び込みましたけれどもね、今日の水温は23度。この時は、ね、傾斜ですから転覆する危険性があるんですよね、はい、あまり乗りすぎると。ありがとうございます、はい、あれ慎重に乗ってね。転覆しないように乗らないと。そうそうそう、はい、女性軍のは慎重に乗っておりますね。一人ずつたくさん乗れませんからね。白組はね、寒さから早く逃れようと思ってみんな競争で上がっております。赤組はそこ行きますけど、なんとなく一人ずつ、おとなしくおとなしく船を沈めないようにと気を使って乗っております。白組の方はもうすでに乗っちゃったようですけど、第2軍は行かないのかな。はい、それでは第2弾の方どうぞ。赤組の方が、はい、もう白組は早い、2段目が来ました。赤組も第2軍が今ボートにたどり着いたところです。さあ、それでは、ゲームの方は続きますが、はい、歌の方へ参りましょう。はい、それではよろしくございますか。さあ、こちらの歌でございます。細川たかし君、女の春、参りましょう。今日はパイ当てゲーム、絶対に逃げてみせると言っておりましたけれども、やられてしまいましたね。今日の東京地方の気温は20度でございまして、水温が23度、プールの下の方は20度を割るということでございます。相当寒い感じがいたします。あなた教えて私の行く道を、今のままでついて行けば明日が来ますか。聞きたいこと願いのいろいろあるわ、聞けないのよ言えないのよ、何一つバカな方は約9名ですね。赤組の方がたくさん乗っておりますね。10名オーバーしております。12名ぐらいです。何もいらない、あなたがいるだけで、たとえいつか別れようと、今が全てよ。さよならするその時に冷たくしてて、慰めなど言い訳など言わないで、バカな女と人は言うけど、あなたにかけた短い春を生きるだけ。タレントの皆さんが一人ずつ乗ってきます、はい、そして歌は続きます。でもかなりもう人数乗ってるから、
れ以上沈んじゃうじゃない、はい、心配ですけど頑張ってください。それでは赤組の歌へ行きたいと思います。ゲームは進行中ですが歌へ参りましょう。高坂みゆきちゃんです、愛の芽生え。プロポーション抜群の高坂みゆきちゃんの歌に合わせて浅野ゆう子ちゃんと新沼健二君がプールに飛び込みました。あなたの心私の心二つ重ねてハーモニー私の小指あなたの小指ほどけないのよハーモニー君の影を隠し合いしがりなの真っ白な心を染める口づけの色が素敵よ離さないでね離さないでねこれが夢なら覚めないでいてあなたの心私の心二つ重ねてハーモニーあなたの息と私の息が一つに溶けるハーモニーこちら何人ですか。何人後ほどそれは計算します。17人です。まだ沈まないんです、はい、まだ沈まない大変なものでございます、はい、さあ白組最終ラウンド参りましょう、フォーリーブスの登場です。シンクロナイズの皆さんの応援を受けて乾杯クラス。モントリオールオリンピックの閉会式で使用されましたサイリウムケミカルライトを胸にウォータースプライズの皆さん水の精の皆さんの花が咲きます。歌はフォーリーブス乾杯グラスです。タバコを吸ってみたいと私は言った。お酒も飲みたいし酔ってみたいし濡れた方が楽になれるわ。そうでしょう、あなたわかるでしょう。私の今の気持ち、愛してみても結ばれなくて。は
人で沈没、赤組は17人乗ってまだ浮かんでいたと素晴らしい成績を収めましたけれども、さあ赤組最終ラウンド切り札を投げ出しますよ。ピンクレディのお二人です。渚の新度バージョン、今日は大磯の渚で一泳ぎしてきたそうであります。ピンクレディのお二人、新曲でチャレンジ。同じ部屋で着替えをいたしました私たち2人でございますけれども、ということでなんとなくこういう格好になりましてようやく収まりました。さてプールの方なんですけれども、先ほどのボートはですね、なんと女性軍が17人とうとう乗ってしまったというような話でございます。さてもうすでにヤングオペレーターによりまして全国の電話審査員のお宅に電話がかけられておりますけれどもね、今映っております皆さんが今週の審査員の皆さんでございます。それでは今週の皆さんへのプレゼントをご紹介することにいたしましょう。今週は江崎グリコのグリコプリッツなどグリコ製品の詰め合わせをお送りしたいと思います。さあ果たして最終トータルはどういうことになりましたでしょうか。金田さんどうも今日はご苦労さんね、寒かったね、はい、さあ走行しておりますうちも点数が、あこれはすごいや、赤がものすごい列を作っております。なんと18対5の大差、赤組さすが水に強し優勝。来週は先ほどもお伝えしました通り紅白の上期最優秀新人賞の決定でございます。皆さんのお手元におそらくハガキが届くと思います。3万通のハガキの中から視聴者の皆さんが選ぶ最優秀新人賞は誰か。虫歯はなぜできるのでしょうか。その大きな原因はお口の中に残った食べ物で酸が作られ歯の表面のエナメル質を溶かしてしまうことにあります。虫歯は予防が大切です。フッ素配合のコルゲート MFP ならエナメル質を丈夫にし虫歯にかかりにくくします。コルゲート MFP で正しく磨きましょう。時ふるさと懐かし友よ、過ぎたる日々をこの酒に思い浮かべて、こいつがなきゃとても間が持てねえや。
この番組は月のマークでおなじみの花王石鹸、清酒博士家武田食品、コカ・コーラボトラーズ江崎グリコの提供でお送りいたしました。